来たんじゃないかって思った。今日ここ、今日ここを共有してる、今日この場にいる皆さん、この愛が来たと告げてここに集まったことでしょう。皆さんの中で必ず何かピンとくることがあって、この京都の街、全国から集まってきていることでしょう。それは何なんでしょう。なんでこう今日この場に集まっているんだろう。わからない。なんでだろう。ここに何の意味があるんだろう。この心に、突き動かされた心に何の意味があったんだろう。みんな分かってない。何なんだろうこの集いは。今日ここに集まる意味は何だったんだろうってずっと思ってる。僕も思ってるんだ。皆さんも思ってる。何かが起こっている。何かに手探り、何かを感じ、何かに引っかかり、何かを思い、何かの未来を考えつつここに集まっているけれども、今はまだそれが何の意味を成しているのか全然わからないんだ。何なんだろう。その意味ってさ、その意味ってさ、今はわかんないんだ。さそう、だって未来から今日この日この集いの起こった出来事を思い返した時に、そんな意味があったんだって絶対僕からは今日噛み締める時が来る。おめでとう、みんなそういうタームに来て、ここで開く、この開く時代をみんなで共有して味わってるって、なんて素晴らしいんだって思ってんのさ。だってそうでしょ、今から始まるこの未来に向けて。でもあえて僕は未来から今を思い返してしまってる。なんて素晴らしい未来、この島、この星を、なんて素晴らしい、こんな素晴らしい星に生まれて思い返してるよ。あの時から始まったんだ、ずっと昔からずっと続いて、脈と続いてる。そして今ここに到達して、その未来、この先が続くのさ。今この一点から、皆さんの今、僕の今、皆さんの今、僕たちの今、あなたたちの今が未来を紡いでここに集まって、これってものすごい集いエネルギーを生んでいる。この渦の向こう、スパイラルの向こうに一回未来から思い返してみよう。世界が平和でありました。こんな素敵な未来があって、なんて満たされた幸せなこの地球で僕らは暮らしてんだろうっていう、その僕らが作る未来から今思い返してみよう。いろんなことがあった。こっから懐かしいよね。2023年3月26日僕らはここに集ったよね。よく分かんなかった、今も分かってない、よく分かんなかったけど、あの日から僕らは動き始めて、もちろんみんなこれまでも動き続けて、ここの一点に集中して、未来にトーラスのように積み重ねていって、上に下から上に、上から下がっていいさ、思い返してみようぜ。こっから始まったっておそらく語り続けるんだろう。じいさん、ばあさんが孫に語るように、私は今日この場にいました。あのゼロというゼロのこの起点のビッグバンの瞬間を立ち会ったんだぜ。孫の代まで自慢できるぜ。あ、じいちゃん、ばあちゃん、あの日、あの時集まってたんだ。このゼロポイントゼロって無限と一緒だぜ。どんな未来だって、このゼロポイントから、ゼロポイントから、このゼロポイントから、みんな今心にあるこのゼロポイント、今ここから紡いでいくし、みんな共に行ったらいい。もう競争する必要なんてない。僕たちずっと競争してきたさ。強い方がいい、偉い方がいい、クオリティ高い方がいい、優しい方がいい、真面目な方がいい、お金をいっぱい蓄えた方がいい、そうやってずっと、なぜかでも競争でそれを勝ち取ろうとするんだけど、そんなことしないでいい。この島はとっても優しい、この地球の中でも屈指に優しいこの島、日本日の本、この島で助け合ったらいい。海も山も川も水も温泉まであって、人々も和の心を尊ぶ心があって、この一点から未来の一点に、いや無限に広がるパラレルのように広がる一点、でもその一点が集約される、みんなの一点、この一点から過去の無限の点から、トーラスのように今ここにこの一点に集まっている。そして未来に紡いでいく、その向かう先に行こうよ、行けるよ、
もう競争なんてしなくていい。みんなでその一点に向かって泳ぎ続ければいい。誰かが到達したら大成功だ。これからの時代を作っていった、誰かが突破して、誰かが突破して、一人が突破すればもうそれです。いい、競争じゃない、一番じゃない、誰か、みんなだよ、みんなだよ、みんなが一緒になってその到達点に行ったらいい。さあ、もう一回思い返してみよう。なんてこんな素敵な星に生まれて、みんな地球ファミリーのように暮らしている、こんな星になったんだろう。昔はいろいろあった、でも今日本中、この島の人々が知っている、僕はいろんなところで知っている、目覚めて目覚めて、もっと素敵な未来、もっと素敵な未来、もっと素敵な未来って向かっている現場が今渦巻いていて、この一点もその場所だ、その現場だ、今その現場にみんなで立ち会ってるって、なんて素晴らしいんだろう。ありがとうございます。集まってきてくれてありがとうございます。未来から感謝されるでしょう。僕らはこの一点から、ゼロの無限から、一緒に一緒に作り上げていった未来を、安心、幸せ、調和された未来を、ここで集って心を固めて一つになって、泳ぐ方向が、向かう方向が素敵な、全然違ったっていいし、同じだっていいし、離れてもいいし、くっついてもいい、交差してもいいし、でもそれぞれが多分到達したい未来があって、それは間違いなく、間違いじゃなくって、そこにこのゼロと名付けられたこの今日、この日、この時から、みんな無限の小さな無のビッグバンから広がっていく宇宙、宇宙は一つ、でも宇宙は一つだけど、みんなが宇宙だから、みんなそれぞれに宇宙を持ってるから、今までももちろん持っていたけど、改めてここで自分のゼロ、今まで積み重ねてきたことを大事にしながら、何も間違っちゃない、いろんなことあった、どんな痛みだって喜びだって絶望だって反省後悔だって間違っちゃいなかった、今ゼロになったんだもん、僕たちは今ゼロを共有した、今心はゼロ、まっさらになった、積み重ねてきたものを大事に、そしてこっから無限のビッグバンのように広がってこう。ありがとうございます。今日本当に来てくれてありがとうございます。この現場を一緒に本当に立ち会えて本当に嬉しい。ありがとう、ありがとうございます。やっていきましょう、やっていこう、やっていこう、やっていきましょう。一丸となってもいいし、一丸じゃなくてもいい、このエネルギーは全方向に、全方向に自由に広がっていく一点のパワーだよね。みんな素晴らしい、みんな違ってみんないいなんて言う必要もない、みんな違ってみんないいなんて言う必要もない、そんなこと最初からそうだし、みんな一緒だし、今ゼロから無限まで自由に描ける。僕は嬉しいです、皆さんと出会えて、この場を共有できて、そしてまた離れてくっついて、ああ出会ってくっついて、結局網目のようにそういう全てが絡み合って、一つの何かに到達するでしょう。安心していこう、頑張る必要もないと思うよ、頑張ってもいいよ、力んだっていいし、チャレンジしたっていいし、しなくたっていいし、向かうんだもん、みんなで向かってるだけだから、みんなで向かっているだけだからさ。ありがとうございます。とはいえ楽しんでんだよね僕遊びに来てんだよね、なんか今本心で本当に本心でみんなに伝えたけど、全然
軽やかに楽しんで、今日はだからいろんなことがあります、いろんなコンテンツがあります。コンテンツ、コンテンツっていうものなのか、これはエンターテインメントなのか、ショーなのか、それともご神事なのか、儀式なのか、全部何やっていいよ、味わってこれから起こることをたっぷり味わって楽しんで、持ち帰ってまたみんなで歩んでいけたらいいな。